今回は発音について説明します。まずは復習です。第1回で音声学では音声を書き表すために音素記号と音声記号という2つの記号を使い分けていることを説明しましたが覚えていますか音素記号は文字に対応します。ローマ字の書き方には訓練式ローマ字と ヘボン式ローマ字の2つがありますが音素記号の考え方は訓練式ローマ字と同じです一方実際に発音された音声を書き表すのが音声記号の役割音声記号の考え方はヘボン式ローマ字と同じです発音つまり「運は音素記号では「 大文字の N で書き表すことができますこのように音素記号で書き表す場合うんの記号は一つあれば十分です一方実際にうんを発音してみると実はこの音は条件によって発音が異なっているため音声記号で書き表そうとするとそれぞれの発音に応じて記号を使い分けなければならないことになるんです 例えば、唇を閉じて発音する p や B といった音が交続する場合は、運、うんも唇を閉じて発音されます。この時、発音の記号は M になります。一方、唇を閉じないで発音する T や D といった音が交続する場合は、運、うんも唇を閉じないで発音されることになります。この時、発音の記号は N になります。 このようにたとえ音素記号は同じでも実際に発音された音声が異なる場合複数の音声記号を使い分ける必要があるということは実は音声学のとても重要なポイントなんですよ。このような関係にある音を音を声学ではイオンと呼んでいます。特に条件によって異音が決まる場合こうした異音を条件イオンと呼ぶこともぜひ覚えておいてください。 第8回で説明したように後続の音によって超音点が決まることが発音の重要な特徴になっていますこれ実は後続の音をスムーズに発音するための準備なんです音声記号を使って発音を書き表す時のルールはこの表の通り例えば 後続の音が両心音の場合は、発音も両心音になります。この時、発音の記号はこのように書き表すことができます。後続の音が死刑音の場合は、発音も死刑音になります。また、後続の音が破殺音の場合も、先頭の破裂音が死刑音の場合は、 発音も死刑音になります。後続の音が死刑音の場合、発音の記号はこのように書き表すことができます。後続の音が破殺音の場合、発音の記号はこのように書き表すことができます。 後続の音が高校外音の場合は、発音も高校外音になります。このとき、発音の記号は、このように書き表すことができます。後続の音が難校外音の場合は、発音も難校外音になります。このとき、発音の記号は、 このように書き表すことができます。後続の音がない場合は、発音は高外水音になります。この時、発音の記号は、このように書き表すことができます。ちなみに、この記号、一見すると、大文字の N そのもののように見えますよね。でも、実は、 文字のサイズは小文字のサイズになるようにして書くことが決まりになっているんですよ。注意が必要なのは、後続の音が静動を閉鎖しない場合です。母音、反母音、そして摩擦音は、静動を閉鎖せずに発音する音ですよね。こうした音が後続する場合、発音は、口外反を開放した母音になります。 これをビボインと呼びます。後続の音がボインの場合、発音の記号はこのように書き表すことができます。音声記号では、ボインの記号の上に波線をつけると、ビボインの記号になります。ここでは、大文字の V を使ってボインを書き表し、V の上に波線をつけてビボインを表しています。 後続の音がハンボインの場合、発音の記号はこのように書き表すことができます。後続の音が摩擦音の場合、発音の記号はこのように書き表すことができます。この動画は、講談社ゼロから始める音響学の 第6章の内容をもとに作成したものになっています。ゼロから始める音響学は、言語聴覚士の国家試験を参考にして執筆しました。概要欄に国家試験の過去問のリンクを貼っておきます。傾向と対策の参考にしてみてください。ご視聴いただき、ありがとうございました。